ラストスパート、まずこの3つ。一筆書きであるってことが分かっているだけだいぶありがたい。真ん中からやる？スタートして、踏んで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 、踏んで踏んで踏んで、よくわからなくなったな。これが終点。いや違うか。盤面がでかーで先読みができん。ここが最後だと思うんだよね。か、これ踏まないんだとしたら、2箇所踏む。2箇所踏むんだとすると、これとこれを踏んで、こうやってくるっていうスタートが可能なんだよね。これとこれが同じエリアに入って、それは踏む側で、これとこれが同じ形で、これとこれが同じ形を取るらしいんだけど、一筆書きしかできないので、どっちかの図形が一つながりになる、わけわかんないことになるんだよね。紫色側を踏むと、アウトライン緑のやつなんで、なんてのはそんなに伸ばせないもんね。形が同じ向きだから、僕が踏まないといけないのはこれとこれです。
それ以外の情報がないな。緑色があるせいでこれより左側にこいつを連結させることはできないですよと言っていて、だから僕はこれを踏むことは不可能だから、これもこれも多分踏まないと思うんだよな。でもそうすると斜めの位置で終わらせて、これがこれだけだったら、これだけだったらみたいなので他を回避することはできるか。あ、同じようにこれもなんかこうこうとこう、あでも同じパタツパッ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 パ、さすがにこれとこれ踏むと思うんですけどね。こいつを隔離する形とこれと隔離する形、これが一マスでこれが二マスみたいな感じだったらまだいけるんかな感ある。あれ、ちょっと待って、これ一マスなんだよね。一つだけこの形なのかな。残すところ、いやーちょっとなんかどちらかっててやりたくねえよねこれ。パターンか、これとこれが90度のやつだ。それでいて黄色と黄色があるから多分食うことはできない。3か、あれでもおかしいな、こうやって進めちゃうとこの白を行かないといけないから、こいつとこいつが合体することになるよね。90度回転しているのに合体可能な図形で、うん、回転合同形じゃないとダメだ。この出だしでそんなものは作れないはず。あれちょっと待って、違うか、逆か、あれ逆だ。ああこれをこう傾けたらこれだから、これ上に伸ばせないのか。なんだって。え？ん？なんだって。あ、塗らない側でやるってこと？じゃあこっちは塗りますけど、いやいや、ちょ待って待って待って、言うとることがおかしい。これこの図形を回転させたらこれになるから、この図形から上に伸ばすような延長は不可能ですよと言ってるのに、この白とぶつける他の白と図形共有させろと言っているから無理だよね。それは無理。こっちか。あ、じゃあ180度だこれ。理解した。180度ですね。
はい、わかりました。180度で黒色がなんかじゃない側を示しているのかな。で、こいつはそこには入れないから、内側は内側で大変そうなことを言っていて、ますね。わからんな。黒マスを取り込んでいく、わからんな。こいつが取り込めるのがこのどっかの数字なんだろうね。どっかの数字っていうあやふやな状態。こっちは塗らないで進めることありえるか。こっちは塗るんだけどこっち側塗らないで進めるよねは可能性はある。可能性はあるんだけどな。字でむずいな。ないな、ない、ないのか。それをやるんだったらこの黄色同士を塗るか塗らないかどっちかのルートしか進めない。もう絶対この次で、いや両方塗るしかないのか。絶対次で黄色をこいつゲットしちゃうから、何としてもこれとこれがぶつかり合うような形にせざるを得ないのですが、ど真ん中を通過することはできないので、なんかだからこういうことをやるんだよね、なんですよね。なんかこういうことをやらせたいんでしょ感はわかる。あとは やれる形を引っ張り出さんと。でもなぁという、いや、うん、でもそういうことです、そういうことです、そういうことです、そういうことですよ。ただそれをするとこれとこれが合体することが不可能になる。180度ですらないということは考えにくいはずだ。だがこれとこれが合えないのも事実っぽい。こいつから見てこれは逆なのでこれとこれが共有することはない。やっぱり逆なんですかね。これがこっちルートと塗らないルートで割れますかね。黄色を踏まない剣だけなんとかできればいいな。それこれで黄色をどっちも踏まないルートは可能なのか。でもこれ黄色をどっちかで塗るんだったらこっち側はどっちかで塗るんだよね。塗らないって決めたらこっち側は塗らないから、え、何言ってんの。これを塗らないんだからこれ塗らないんだからこれ塗る。混乱してる。であとは2とか3とかなんかうまいことよ、避けるやつやる。出だしはこうだ。あとは分からん。こっからの進み方ブラックボックスなことある？パズルゲーム。ヒントなし。いや、この点があまりにも、この点を避けてほしいよねをやるべきだから、こっちを外せばこっちを塗る、こっちを外せばこっちを塗る。いや、こっち塗るんかどうか分かんないじゃん別に。そこは 100% の確定ではないやな。 99% それっぽいけど、 1,2 が追って、いや分かんねえ。こいつのペアはじゃあ結局これになるってことか。だからこれ数字は関係ない。数字は完全にボイド側の空間でいいとする。
勘だね。3を伸ばすとしたらこう来る。まず勘でやってみるね。そうするとこの2が今思いっきり踏んだので、ここを踏みたくなければ、ここを踏むな、ここを踏むなになってて、ここを踏まないのであればどうやって向こう側に行くんだ俺は。ぐるぐる回すことになる。こっちルートじゃなくてこっちルートが正解だったのかな。ん？私はここに行くの、こっからここに行くのとここに行くのを両立させないといけない。こっち回りで行くとダメだ。こういうルートは不可能。ぐるっと回していくんだったら、この2が縦であればここは通らなくても済むから、こういう線を引くのもやぶさかではない。がこれでは3が通れない。もうわかんないよこんなの。何してんだ今。スタート直後はもう破綻してないか。何をやろうとしてんのか今。ちゃうで、ここはだって通せないんだよ。こっち逆だから分かんなくなる。してることの意味は伝わるが、めっちゃ混乱してわからん。ここで切れちゃってるんだよな。ここの1、2があるから、この1、2でしょ。1、2、3だとスッとこうなるから、これは破綻はしていない。むずいよ。でもテーマは分かった。今の感じの表裏逆盤面みたいな。本当かな。9で 1,2,3,4,5,6,7,8,9 だから、これとこれがペアペアで
黒1,2,3,4,5,6,7,8をバラバラの空間にしたい。こっちがオフだからこっちがオンの気がするが、黄色がいるな。3マス群れ、自分を塗った場合逆、3マス塗れ、自分を塗らなければ逆。ここにつながる何かどっちか欲しい。こいつのペアがいない。黒のオフチームに入れるにはかなり無理があるか。これとこれがペアになっちゃうんだよね。ああ、それあるか。黄色のペアはあなたスクールはあるだ、ありだ、全然ある、めっちゃある。じゃあこれでいいんだ。こいつのペアをこいつと作るでありなんだ。その上、いや、おかしいか。そうしちゃうと、こい、違う。こいつで全部、同じ空間にしちゃうと NG になるのか。なるほど。ほどなる？つなげちゃダメだが、黄色がつらい。この状況でこいつを外側に置いておくことはできるかどうかだよね。こっちのループとこいつとこいつがペアになる。ダメだ。そうするとこれを塗ってしまうからこいつがこっち側に入り込むんだ。いや、一人入り込むのかもない。一人は外側でいればいいから。この場合、この黄色とこの黄色がペアになったので、あと黒一つを入れて閉じ込めればよい。で、もう片方に関しては、取り込んでよくて、だいぶしんどくなってるな今。この子のペアをどっかで見つけないといけなかったから。
こいつとつながる場所が今存在しない。これ入っちゃいけないんだ。面白い、今のスイッチ面白い。同じ図形、同じ図形、同じ図形。オフ、黄色、どっかかりがね。3個濡れだから、塗るならこうなる。3個塗れだから塗るならこうなる。裏側もあり得る。全部濡れだった。ここがスタート地点か。ちょっとこっちやめよう。最初こうなってて、そっから白を入れることはできないでしょっつってるから、これはオフで、こいつの下は逆の色になるよねっていうのが分かって、多分これは塗る側じゃないかなと思うけど、逆か、こっちオフ側か。オフだとしてオンとすると、一つでもオンだと自動的にこいつらがこうなるから、ここがこう、3つがあるので、これが全部オンかオフかのどっち側になるが、判断がまだできない。次に進められるところは何だ。次に進められるところは何だ。どういう一手が進められる。この黒を取り込むことは不可能なので、ここはオフで、これも取り込むことができないからかな。オフで、そうそう、それとそれが一緒の空間に入ることはないから、ここがオンになるので、こうなるのか。ここまで来るとこの4が怪しいので、すここの空間で4を行く以外にこいつが生き残る方法がなさそうだから、こうなってこの形がわかるから、こうなってこうなると、こいつが長さ3か2か1の物体っぽい。でこれがこうなって4と3があるから、ここは塗らないといけなくて、4と3が伸びてきて、この3があと1個どっちかに伸びるんだけど、ここが塗らないって確定したら塗って塗らないしかありえなくて、あ、破綻した？いや、してないか。この3だけでは生き残れないけど、3、4が合体して7になればまだ生き残れる。まだ生き残れはする。その場合に、ただこいつ、こいつ関係ない。こいつは棒なのだよな。こっちを取り込んじゃうルートはやばそうだから、上を閉じることになる。こうなる。しかし 1,2,3,4,5,6,7、 いや合ってるな、合ってるな。そうするとこいつとこいつで、
これ塗る、いや塗れないのか。あれやばいな、破綻してるね。あー違うのか、これ塗る側のパターンあるのか。え、なくね。いやあんのかな、あんな。こういう形をこうやって入れるがあり得るんだ。1234567。うわこれでしょ、絶対これでしょ。こんな論理的にバシッとはまる斜め付けありえないもん。であとはこの形とここがたまたまうまくいってた。これ斜めにする必要なかったじゃん。これ同じ向きやんけ。トラップ。これとこれ、これとこれ、これとこれ、全塗り、半塗り、半塗り、これとこれは誰とペアになるか不明。これがこうなったので、こいつが、こういう感じで伸びることは分かった。となると、ここよりこっちには伸びられないね。こうなる。伸びられないって日本語おかしいね。伸びられないってなんで言えないの？逆に。伸びることができない。伸びられない。起きられない。起きることができない。伸びられない。言えてもおかしくないじゃん。伸びられないって。なんでダメなんだ？慣習的に言ってないだけ。ルール上は可能なのかな？で、これより後ろもいけないから、ここもオフ。こいつらに関しては共存ができるからマジでわからん。こいつが誰かとペアだけど、まあ、こいつだろうなぁ、だよな。ちょっとこいつとこいつがペアになって、こいつが、だからこことここだよねってなるから、こことここが繋がるような図形を考えると、これもオフで、これもオフオフで、こいつの隣に行くんちゃうん系疑惑がありますけどね。こいつに対してここはもうオンだから、こいつに対するここはオンじゃないといけないかどうかは確定かどうかがわからんか。別にオフオンオフみたいな潰し方はない。いや、あり得るか、あり得るかも、まだわかんない。とにかくこことここっぽいよと。だこうなってこうなってる。あ、で、この上はいけないのか。これがここに伸びることもないから、これを塗るかなと思いきや、ここを塗れるとこれは塗らなくていいから、わかんなくなる。とりあえず理屈でここまでしかいけない？これ以上は、利害の利害の総当たり。オンオフすら不明。いや、まあここがヒントっちゃヒントなのかな。ここがこういう形状になるので、そこにこいつがいるので、これとこれ含めないとおかしいじゃんの方向性で考えるべきなのか。とするとこの形のここも塗るから、ここが入ってるってことになるよね。これがまだ塗るか塗らないか分かんないけど、でこれが入るということは、ここの延長のここで伸びるんちゃうんか疑惑でしょ。あ、それないわ。それは別にこれがこれと食いに行く可能性があるから、別にここ伸ばさなくていいんだよな。まだまだわからん。まだこの部分がこんな感じに なっとるねしかわからん。これはどっちに伸びるかが不明。だけどな、なんか下に伸びるのはなんかここの剣とここの剣があるから、そんなやすやすと伸ばすと積みそうって感じ。そろそろなんかこれとこれつなぐ道は決まってきたのでは。ここまでは確定でいいのではないか。そうすると上は潰してるので、これは塗る。塗るということは、こいつとこれがペアになるはず。とすると逆にこっちは塗らない側が正解な気がする。塗らず。
塗らずだけど、これは塗るとしたら、ここから上に行くんだけど、ここへ通る道がここで通る道と一致するんですかだよね。お前何なんだ。こいつ分からん。こいつ何なんだ。閉じていいのかな。一旦ここで中間セーブしたい。これとこれが同じ図形じゃん。ちょっとこれ忘れてた。横長の棒以外考えられん。こいつ、横長の棒以外考えられない。こいつがなんでここにいる。あー、横長の棒しか考えられないやつとこいつがペアになること自体が おこがましかったのか。だってもうこれ伸びないもん。あれ、全設定が死んでいた。じゃあこいつのペア誰だよ。え、これこれでよかったのかな。なんかもう今このこれこれが不可能な図形化してるんだけど、してるの、してる。これを伸ばすために、これを伸ばすために、ここは封鎖してるから、ここは封鎖対象になってるんだ。あれま、あれま、確定だと思ってたことがどっかで破綻、破綻済み。悲しいね。破綻済みでした。これこれがペアやったとするやろ。そしてやっぱこの子が吸収してこれこれを作る形を作っとくべきやった。あれ？逆か？破綻してないな。破綻してないな。こうだから、あ、破綻してないわ。よかったよかった。ミニマムこの形で、とりあえず成り立ち合ってる。これ横長だと思うんだけどな。これ以上こっちに伸ばすと多分 C なのでここまででしょう。とこれがこういう図形になるから、あれ、やばい方向に伸び始めた。これ大丈夫か。おいおい、死んだぞ。いや、死んだぞ。ここまで伸ばしたらアウトよ。ここを塗らなくていい。ここ塗らないってこと？なんでこんな形になった？あれ？おかしい。リズムだったはずなのに気づいたらこんなことに。ここすらこうじゃん。だってすでにおかしい。俺はリズムをやっていたはずだったのに。おかしいぞ。これ塗れないんだよね。
あれおかしいぞここは2ならここ塗らざるを得ないから、これをダメじゃん、ここ塗らざるを得なかったじゃん。わーい、どこで狂ったの、どこで狂ったんだ。これがこういう向きになっていて、塗るかどうかが判断できないまま、だけどこれとこれをペアにするから、これ塗ってこうでしょ。これとこれペアだからこっち塗ってこうでしょ。でこいつがいるので、これを食うとこっちが破綻するから、これ食えないから、こいつの上はこうなって、こいつもだ、こいつの上はもう食えないからこうなるはずでってのがあって、でこれがあるから、このこっち側はもう逆になることは分かって、でこれとこれをペアにしたいやね言うてて、これとこれをペアにしたいや言うてて、この最短経路を作りたいよねで、なんかさっき破綻が始まったんよね。この経路を作りてえねえって言い始めたら破綻したのね。なんかがここと上をつなぐとえらいことになるから、これつなげられないからこうなるでしょ。ってかこの時点でもこうなるでしょ。でここより左側いけないから、ここはこう塗るでしょ。右側がこう潰れたでしょ。こっからこっち側に伸ばすかどうかようわかんないよねでしょ。でこれがこう伸びてるから、これがこう伸びないといけないよねっていう運命がなんかあるっぽいよねと。これがあれ破綻してる？嘘。いや破綻はしない。これが2マスだと考えると破綻するけど、これが1マスだとしたら、ここでこの1で決めで終わり。つまりこう。ちょっとここは2マス以上ないといけない。2マス以上あって、ここが塗られちゃって、てるので、これはオフオフになりと、ここでここまででこうでしょ。あ、この一手を指したことにより、ここがこれがもうつなが上につながってるのが狂ってるわ。だいぶ狂ってたわ。おかしいなぁ。いや、狂ってない。狂ってるわ。なんでこんなとこつなぐんだ。いや、これないと、ここが破綻するからか。こいつがつながっちゃうと、ここがむちゃくちゃ無理になってるけど、これを伸ばすってことは、ここは伸びてるから、これがここにつながっちゃうからだいぶアウトだよ。どこで破綻してんの。真面目にやってる？真面目にやってますか？何もしてないのに壊れてるんです。信じてください。何もしてないのに壊れてるんです。気づいたら、この形決めんのがなんか間違ってるな。これミスリードかな。もっと大回りできるのかな。こいつの下を塗ったから、ここの、これの下を塗っちゃうから大回りはできない。ここがいるので、ここを塗るかどうかは賭けなん。あれ、ここなんで塗りつぶしてんの。あ、これがこれを食ってるからか。
もここまでの時点で絶対じゃないことある？ここまででもうダメ、もうダメある。まあ、これを塗るが間違ってる可能性はあるか。もっと遠回りでもいいからこう連結するっていうことは考えてよい。あれ？いや違う、関係ねえよ。これを含めますか含めませんか、だから絶対連結するなんて含めだろ。含めるなら連結します。含めない場合はありえないので含まります。ゆえにここまでが確定します。でもってここは塗れないからこうなって、ここも塗れないからこうなって、こいつはこれと両立してもいいけど破綻するから両立しない側です。だからこれはオフで、これより左側のこれを食えますかっていうと、これを食うとこっちが破綻するので、これ食わないからここも食わないので、ここまでで打ち止め。そうするとこいつはどうなるかっていうと、塗らないマス2マス確定してるので塗るになる。でここはどっちになるかはよくわかんないんだけど、この子がいて左を塗るかどうかは不明だよなと。塗らないとこれが一緒になるので塗るしかない。塗ることでここがこれどっちかわかんないんだけど、なんか2マスか1マスになる。これを塗った。で、これがまだどっちかわからん。で、ここのマスが、隣がこうこうだから、これをどっちと取るか。これが塗られることは考えていいのか。それは何だというと、これとこれをぶつけに行くときに、これが塗られてる場合にぶつけに行くルートは取れるか。とするとここに行かないといけなくなってしまうので、塗らない以外考えられないと思われている。ああ、でもゴール前の形さっきと違うね。ここが塗られないが確定してるのはなんか見逃してたな、さっきまで。でこうなって、もうこれ塗るしかないよね、こんなもん。ほぼ角でこうでしょ。とここまで来てとなると、こうなってこうなるから、ここはこうなんよね。それがどっちかは、いや塗る側だと思われる。塗る側でしょさすがにってなる。本当か？これを塗ると今これが塗られる羽目になるから破綻した、破綻した、嘘、早えよ早えよ。これ塗るは確定してないじゃん。マイナスでいくんだったらっていうのはまだある。危な、現状でしょ。現状これでここが塗られていて、ここ2つが塗られている。でこっちも塗る。こいつは上がいけないから塗る。この2マスはこうなる。でこいつはこうなのが分かった。これが塗るか塗らないかは、こいつの下が伸びるか伸びないかがあって、
伸びたらでもわけわかんないな。伸びたらのじいちゃんが伸びさせられ、はぁ、狂ってんな。伸びていいな。伸びちゃダメだな。だから緑は一マスで、ダメだ。それをやるとここが連結されると死ぬ。この連結はしてはいけない側になるから。これなんでここで破綻するんだろう。この緑色のマス、横長に、違う、横長じゃないこいつ。上には伸ばせる。ああ、見逃してた。このマスは上に伸ばすことは可能だ。なんかじゃあ、やり直し。そうだった。あのね、ここの白は絶対に横長なんよ。真上と真下にいるから。こいつはどっちも上に3バッファーあるから高さ3までいけるんだった。それは見逃し。やり直し。やり直しはほぼ 99% 同じ形にはなる。これこれがこれこれで、でここまでなんとなく流れでそうだよねってなってたんよな。それ以外の細かな部分の決定が怪しい。これぬるぬらないやろ。緑は上に伸びることができるが、が。塗らないようでこういう形を取ることもできるんだよな。まだそこや怖いからやんないけど。4伸ばしてここは逆だから、これを数これの隣は塗っている。ここでこいつを塗ってもいいんですよね。この横長にができなかって、一マスにするんだとしたら、この形はここで逆でいけるから、いけるんだよな。いけるんだよね。うん、多分それだろうな。多分これだろうな。で、そうするとここは塗らないから、塗らない、塗れない。まあ、オフが多いので、オフ、塗る。こいつはもうオフオフ。なんでここ塗ってんだ俺。なんでここ横長にが塗られてるから、ここ2つをって考えると、これあ、またどっかで狂ってる。なんでこいつとここ繋がってんだよ。ふざけんなよおめえ。ふざけるなよ。何をしてんだよ。僕がイラストロジックが解けない理由分かったでしょ。こんな感じになるの。なんかなんか計算ミスをしても気づかず通り抜けてどっかで致命傷を受けてる。
ムカつく。どっからだよ。なんでお前こことつながってんの？それはここのつながりのこれが逆だから4伸ばしてここが入らないよねって言った時点で、これがなんで、これがなんでっていうのは、2マスの例だからオフオフが確定した時点で自分がオフでなければならないから、これが一つながりになっちゃった。ここを乗らないって言ってるのはなんで？それはこれがあるからね。これを追うと乗ると破綻するからだよね、こいつが。だからこれ乗れない。だからこれがつながる。つながってつながる。これ全部オンオフ逆にしちゃダメなの？ここ全部オンオフ逆でやったらええんちゃうの？それ。それでいいんじゃないの？これをオンにしてスタートしてることが C だったんでは。これを逆で進めて、わかりにぎ、これを塗ってこう伸ばして、こっち側がオフ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 、これとこれがこうつながって、塗る側、ほんで、そんで、これが塗られる側に変わるからこことつながらないよねってことになるのではって思ってるんですが、今やばいのがこいつ、どっち、こいつ塗る、塗るでいいよねだよね。あれ、こいつを塗るとここが死にますか。いや、塗らない、塗らないで、こうすれば C は脱出。ここをもう閉じていいよね、さすがに。こことここ閉じていいよね。これで、理想としてる形がほぼできて、ない、できてないです。ここがつながるのまずいから、これ行って戻す、なんで実装しないんだ。こことここは伸ばして閉じる。そうするとこいつとこいつが、これどっちだよ、2311、こいつ死んでるんだけど、うそー、なんでそいつ死んでんの？全部埋まるは NG だけど、そこを一個だけ開けようねをやろうとすると、ここってここだから、この緑がオンになるとこっちの緑がめちゃくちゃになる。
ここがオンにできない、ここがオンになっちゃうとこれが一つながりになるからダメ、ここがオンになっちゃうとこれが一つながりになるからダメ、これがオンになるのはダメなのか、これがオンになるのはこうなるからこうなるなら OK じゃない、めちゃくちゃむずい、めちゃくちゃむずい、これここをオンにして走るのはなんか罠っぽいよなとは思ってはいたものの、分かりやすくするためにやっぱ塗って走らざるを得なかったな。これ全部解いた？全部解いた？解いてないわ。まだありました。次回ここかな。ほな次回。お疲れ様でした。